マックス・ノイキル・ヒナーは、ドイツのオートバイレーサー。ザク選手、エルツゲビルクス・軍ストールバーグ出身。2005年から2010年まで、スーパーバイク世界選手権に参戦した。2011年は、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦する。1987年から3年連続で、ロードレース、東ドイツ選手権 250cc クラスチャンピオンと、 なり、1994年には、ロードレース世界選手権 500cc クラスに参戦した、ロタールのイキルヒナーを父に持つマックスは、幼い時から、トライアルやモトクロスで経験を積んだ。1997年、14歳の時初めてのロードレースとして、アダックジュニアカップに、父が率いる、チームのイキルヒナーレーシングから参戦、アプリリアの 125cc マシーンを買った。 1999年からは、ドイツロードレース選手権 125cc クラスに参戦。翌2000年には、同選手権 250cc クラスにステップアップし、2002年にはシリーズランキング2位を記録した。2003年には、ヨーロッパ選手権の 250cc クラスで、日本の関口太郎、フィンランドのベサカリオに次ぐランキング3位を記録した。 また2001年から2003年にかけては、毎年ワイルドカード枠で、ロードレース世界選手権ドイツ GP250CC クラスのレースに参戦。2003年には15位で、乾燥始発ポイントを獲得している。2004年、ノイ・キルヒナーは、クラフィチームで、ホンダ CBR600RR を買って、スーパースポーツ世界選手権に参戦した。 この年のイキルヒナーは地元をシシャースレーベンで5位に入ったのが最高位63ポイントを獲得しシリーズランキング9位を記録した引き続きクラフィーチームに所属した2005年シーズンはホンダ CBR1000RR を借りベテランのピエール・フランチェスコ・キリオチームメイトにスーパーバイク世界選手権にステップアップを果たすこととなったノイキルヒナーは第2戦 フィリップアイランドのレース2で早くも初表彰台を獲得した。第3戦バレンシアでの大きなクラッシュで手を骨折し、その後はしばらく調子を崩すものの、シーズン後半は安定した成績を残し、年間ランキング12位で、ルーキーイヤーを終えた2006年もクラフィチームに残留する予定だったが、チームは2大体制を維持するための資金を用意できなかったため、 モートジッピーから移ってきたアレックス・バロス・にシートを奪われる形となってしまった。そこで、ノイキル・ヒナーはチームペデル・チーニに赤紙に寄稿のドゥカティ999を買ることとなった。開幕戦カタールでは順位入賞を果たすものの、その後は成績は低迷し、第5戦を終えた時点でチームを去った。その後はしばらく失業状態が続いたが、第9戦圧戦からは、 カビアンフォレに代わって、鈴木ワークスのアルスターチームのシートを獲得、GSX-R1000 を買った初レースを6位で、フィニッシュする活躍を見せ、この年のシリーズランキングは18位となった。2007年は、サテライトチームの鈴木ジャーマニーから出場、1年落ちの、ワークス仕様の GSX-R1000K6 を買る、こととなった。この年の生きるヒナーは、第11戦。 地元ラウジッツのレース1でリタイアを喫するまで、開幕から19レース連続で10人以上での、完走を果たす安定度を見せた。最終戦マニクールでは負傷欠場の香山幸男の代役として、アルスターチームから出場、レース1では、チームメイトのマックスビアジを上回る4位でフィニッシュを果たし、年間ランキングでは9位と成績を伸ばした。またこの年の4月には、 フィム世界耐久選手権の開幕戦である、ルマン24時間耐久ロードレースに鈴木エンデュランス、レーシングチームからウィリアム・コステス、ギオーム・リー・トリッヒと共に出場、見事総合優勝を果たした。2008年は、アルスターチームのレギュラーライダーとして参戦。チームメイトのカガとフォンシニエトが、最新ワークス仕様の g s x r 1 0 0 0を買った一方、ノイキル・ヒナーのマシンは、 前年の K7 を改良したものだったが、第3戦バレンシアで自身初のポールポジションを獲得した。決勝レース1では、ファイナルラップの最終コーナーまではトップを走行していたが、カルロス・チェカと接触して、転倒、鎖骨を折ってしまった。しかし第4戦圧戦のレース1では、自身2度目の3位表彰台を獲得、そして第5戦モンザのレース1で、 羽賀則之とのバトルを0.058秒差で制し、初勝利を遂げた。これは、ドイツ人ライダーとしても初の SBK 優勝であった。その後も、第8戦ミサノのレース1で2勝目を挙げるなど、活躍を続けて、鈴木のエースライダーとしての地位を確立し、シリーズランキング5位の成績を残した。2009年シーズンもアルスターに残留。開幕戦。 フィリップアイランドのレース1で2位表彰台に立つなど、好調な滑り出しを見せていたが、第5戦モンザのレース1のスタートで、多重クラッシュに巻き込まれ、大腿骨骨折の重傷を負ってしまった。これによりノイキるヒナーは、長期欠場を強いられることとなった。7月には、レース復帰を目指して、イモラでの合同テストに参加したが、そこでも転倒を喫して、 椎骨を骨折してしまった結局このシーズンは実戦復帰を果たせないまま終えることとなり序盤8レースのみの出走でシリーズ16位に終わった2010年シーズンに向けて怪我の回復状況を不安視したアルスターチームはノイキルヒナーとの契約を延長しないことを発表したその後のイキルヒナーは典型とチームのシートを確保 再びホンダ CBR1000RR を買って SBK6 年目のシーズンを迎えた。しかしこの年、チームメイトのジョナサン・レイが4勝を挙げてシリーズ4位の成績を収めた一方、苦戦が続いたノイキル・ヒナーの最高位は第4戦圧戦での9位に止まりシリーズランキング18位に沈んでしまった。2011年、ノイキル・ヒナーは元グランプリライダーのマーチン・ウィマーが CEO を務める MZ チームからロードレース世界選手権元2クラスに参戦する。ありがとうございます。